久しぶりに刑務所来たなっていう。いやでも今日疲れた、かなり眠い。今日人来たんですか？結構来ましたね。この配信サムネで見たら死にかけのトイプードルみたいで絵面やばかったです。はあはあ、メラがドグラとダイゴンなんでいないんやツイートしてた。もう終わったんや。これ見てびっくりしたわ。梅原は SFL 直後行ってたらしい。結局行ってなかったんだ。樋口は仕方がないとしてドグラが出てないのはさすがに。またエントリー忘れ。プロとしてどうなの？グッパチじゃなくて熊本が優勝じゃないかった。おもろ。あのじゃあ優しいマジレスときついマジレス両方言うわ。優しいマジレス言うわ。まああの選手としてまあ大会に出てるところを見たいっていう気持ちはまあ嬉しい。素直にね、選手として、まあ、大会に出てほしかったなっていう気持ちがあるのはまあすごい嬉しいし分かる。まあけど今回のに関して言えば、そのもともとあのプレステでやりますよって言ってたのに、そこにじゃあもうプレステだったらいいかなと思って仕事入れたら、後から後出しでその 144Hz のPC でやりますよって言われたから、じゃあ仕事飛ばすわけにはいかないですよねっていうので、まあもう LCQ あのそんなにもともとモチベもなかったしいいかなっていうのもあってまあ参加しなかったですね。はい、っていうのがまあ優しいマジレスです。きついマジレス言っていいですか？追放のマジレス言っていいですか？お前誰やねん。でもマジな話をすると、その本当に後出しが多かったからちょっともうやる気なくなったなっていう部分もまあマジである。だってもう仕事入れた後に後出しでちゃんとした環境でやるよって言われても、じゃあ選手としてやりたいから元々の仕事飛ばすのが正しいんですかってなっちゃうからね。正直そりゃ違うでしょって僕は思っちゃうから、もう今回は無理でしたね、どっちにせよ。でそれで責任というか、なんかこっちになんか意見ぶつけられてもいやこっちなのかってなっちゃいますね僕は。そうですね。あとは選手会発足しましたね。結構いいメンツだなと思いました。選手会何するんです？まあ早い話が、昔とかね、やっぱ選手の扱い、なんかひどかったりとかして、まあ、今後そういう、まあ、チームによる搾取というか、まあ、手のいい使い方、使われ方を、まあ、防ぐための、まあ、組合ですよね、要は。まあだから一個だけ気がかりなのは、そのストリートファイターのプロゲーマーばっかりやから、その他芸はフォローできんのかみたいな。他芸はフォローしきれるんですかみたいな。っていう懸念点はまああるにせよ、っていう感じですね。そうそう。だからまあ、格ゲーって言ったら当然さ、ストリートファイターだけじゃないから、
そうそう、他のところはまあまあまずストリートファイターでやってからなのかのみたいなとかもあると思うんで、あ、まあ次第に広げていきたいならまあまあ全然問題ないんじゃないですかね。まあ e スポーツのシーンは絶対ストリートファイターが、まあ日本だとまあ格ゲーだと一番大きいとは思うんで、まあまずはね、うん、まあ選手会のメンツは別なんかあのケチつけようがないっすよね。ケチつけようがあるとしたら、まあ梅原さんいないのかぐらいじゃないっすか、ケチのつけどこがあるとしたらね。まあそのぐらいじゃないっすか。うん、まあ梅原さん、うん、まあ入れる入れないはまあまあその選手会の方向性でっていう感じだと思うんで、まあ確かにやりたがらなそうではあるけどね。いやまあ別に野崎どっちでもいいっしょ、どっちでもいいでしょ野崎は。まあ他芸との橋渡しとか言うんやったら多分俺が一番あれやろうけど、まあだから広げるときに、うん、広げるときにね、まあそれこそギルティとか、まあ、鉄拳にも一応はつながりはある方なんで、まあ選手会がね今後拡充するとかなった時に、まあもしかしたら声かかるかもしれないですけど、それは分かんないですね。いやまああと個人的にアクアさんとかもめちゃくちゃいいと思いますけどね、大人やから。アクアさんとかもめちゃくちゃ適任やと思います。何にも話来てないの、あの前からなんかちょこちょこあの進捗とかは聞いてたんですけど、別に僕が入る必要とか全くないといないと思うから、まあ別に頑張ってやってほしいぐらいの感じでしたね。いやー、そう、やっぱ選手会はその思想が強い人はやっぱ入るべきじゃないと思うから、まあそこ行くと僕もそこそこ思想はある方なんで、まあそこはどうかなと思うんですけど、まあそういうの取っ払ってくださいねって言われたら、まあある程度取っ払って考えれそうかなとは思いますけどね、やれそうかなとは思いますけど、やっぱ公平性が大事だと思うから、その思想がある時点で、まあ、絶対偏っちゃうと思うんですよね、ある程度は。やっぱ偏りは危険やと思うから、公平性っていう点なら僕だからやれるとは思うんですけど、できんじゃないかなとは思うけど、実際わかんないっすね。実際はわかんない。やってみたら、あんま馬合わねえなっていうか、まさ、孫、NO で第二の組織するか。反選手会勢力。闇選手会、裏選手会、裏選手会、なんか選手会と揉めることがあったら、おい十先じゃ、勝った方の言うこと聞けろ、おらーっつって、断るごとに断るごとに